こんにちは、永井画廊の永井龍之介です。この2月にですね、私がこの画廊内で作品展示中に脚立から落ちて左足首を骨折してしまったんです。でそれで緊急入院、手術、リハビリということで5月末までね、実は入院してたんですね。ということがあって龍チャンネルを、休止ということになりました。で実はこれ、ちょうど病室でいた時に、まさにコロナがいろいろね話題になってた時期なんですけれども、これからも多分ウィズコロナで続いていくでしょう。でますますこのデジタルの重要性というものがね、いろいろ言われています。この YouTube も再開しようかどうしようかって実は迷いもあったんですが、これはもう一回バージョンアップといいますか、リニューアルする形で僕の皆様にこの美の楽しみといいますか、見方とかですね、学びとか、画廊ですから絵を購入することもできます。絵を買う楽しみ、あるいはコレクションする楽しみですね、そういったことも含めて、皆様に発信をしていければいいかなということでリニューアルを決めました。リニューアルにあたってですね、人心一新ということもありまして、名前を新たにすることにしました。新しい名前をここで発表したいと思います。こちらです。はい、永井美学塾です。美学ですね。でこの美学ですけれども、学校の授業でね、美は美術、美の術って習うわけですね。で一方音楽は音を楽しむ音楽、なぜ美は術で音楽、音は楽しむなのかなという、実はずっと疑問が前からあったんですけれども、いやだとすると美を楽しむ美学ということもあってもいいのではないか。でまさにこの画廊という場はですね、売買だけではなくて多くの人に美を楽しむから、で直接来られた方と私もコミュニケーションを取りたいと思ってますし、あといろんな展覧会をやります、現代作家をやることが多いので、現代作家と来られた方がですね、いろいろ交流もできるということも含めて考えると、やっぱり楽しむ場、美を楽しむ場であってもいいのではないかなということから、改めてこの動画を通してですね、美の楽しみを多くの人に伝えたいということで、永井美学塾という名前にしました。塾長です。はい、それで、どういうことをこれから展開していこうかなと思ってますが、実は龍チャンネルの時もですね、作家紹介とか作家との対談とか作品紹介ですね、展覧会紹介をやってきました。もちろんこれも継続してやっていきますが、実はリアルにここで連続講座というのをやってたんですね。前に知識ゼロからの名画入門という本を刊行したましたけれども、これをテキストにして、まさにルネッサンスのレオナルド・ダ・ヴィンチやラファエロからフェルメール、あるいは印象派の画家たち、ピカソ、アンディ・ウォーホルまでですね、50人50点の作家をリアルな講座で実は1年間開催していましたが、今年もどうしようかという時に、このオンラインの展開ということでね、じゃあオンライン講座をやろうかなと思っています。でこのオンライン講座も今までのリアルな講座をもちろんベースにはしますけれども、また改めていろんなですね、情報も出てきてますし、そこに自分なりの考え方も含めてですね、新たな講座を、ね、展開していきたいなと思っています。ですからまさにラファエロから、また現代アート、あんまり今まで現代アートはやってなかったんですが、やっぱり皆様にとって現代が非常に身近なところもありますから、現代アート、話題のバンクシーとかですね、もちろん日本の作家も紹介していきたいと思っていますし、このオンライン講座を通して僕の皆様に美の楽しみを知っていただきたいなと思っております。で実はこちらにですね、ある作品、ただ単に背景にあるだけではないんですね。でこれはですね、梅原龍三郎という方、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、近代絵画の巨匠なんですけれども、梅原が最後に描いた、これ浅間山を描いている途中で亡くなった最後の絶筆なんです。浅間絶筆、大変貴重なものなんですね。でこの作品をご覧になって分かるけど、なかなか一見何が描いてあるのかっていうところもあるんですけれども、何が描いてあるのかよりもですね、一つ一つのその立ち、梅原左利きなんでこれ左で描くんですが、その立ちとか色彩のコントラストが非常にこれ鮮やかなんです。でこれがですね、梅原は京都に生まれてたんですが、20歳そこそこでパリへ渡ってルノワールと直接会われています。でルノワールが大変可愛がられたというエピソードがあるんですね。ですからルノワールが残した印象派の良きものをですね、梅原は継承されています。で梅原は京都に生まれてますので、日本のその伝統美というのも自分の中に含まれていますし、で日本の伝統美と西洋の印象派の豊富な豊かな美しさというものを自分の美の自分の中に取り入れた
非常に豊かな作品を数多く残されて日本近代絵画の巨匠ということになった方なんですね。その方が最後に残された作品ですので非常にその価値がある。でこの作品を通してですね、実は、梅原が学んだルノワールで、実はルノワールも西欧のアカデミズムに学んでいます。それこそルーベンス、デラとかラファエロですね。ですから、梅原を通して、ルーベンス、ラファエロ、そうした西欧のアカデミズムまでつながっていきます。ですからそういった流れと日本の伝統というものが梅原の中で消化されて作品が生み出されている。そしてそれ以降、梅原も東京美術学校の教授もなさっていました。ですからそれの後継者たちも今数多くいらっしゃるわけですね。ですからこうした作品を通してですね、ただ単にルネッサンス時代とか、ルーベンスがどうだとかルノワールがどうだっていう話だけではなくて、みんな歴史上つながっていく話になります。ですからそうしたその絵を、実際の絵を通して、学ぶ、そしてそれの、より深く理解を深めるためにこの講座を通してね、そうしたあり方も学んでいただけると、その絵の意味、美術の意味、その作家がなんで巨匠なのかというその意味ですね。でしかも私も画商ですから普段売買してますので、実はこの絵にも値段がつくわけなんですが、その値段の意義とかですね、コレクションの意味とか、そういったことまで含めて皆様とお伝えできればいいかなと。ですからこの新しいリニューアルした動画はですね、学べる場です。ですからある意味で絵画を見る、学ぶ、知る、そして買うこともできる、コレクションすることもできると、いろんな包括的な あり方として美を楽しんでいただければいいかなと思っています。時にはね、今こういうネットを通して皆様とズーム飲み会なんかをしながらね、美の楽しみも語り合えたらいいなと思っていますので、これからも楽しみにご覧いただければと思います。でこの、YouTube のですね、第1回のリニューアル記念として、実はその公募展を2012年から、長井画廊企画で各年開催で開催しています。公募日本の絵画ですね。でこれが12、14、16、18、2020とこの5回目になるわけなんですが、その公募日本の絵画の審査員を一堂に会したズーム座談会というものを企画しています。これは今現代日本代表する先生方、千住博さん、山下裕二さん、布施秀人さん、諏訪敦さん、そして私ですね、5名によるズーム座談会を開催します。おそらく非常に豊かないい話が出てくると思います。もちろんその、講義展に応募しようと、参加しようという方はもちろんなんですが、それ以外の美術不安、また美術不安で改めてこういう時代に美術に関心を持とうという方もですね、絵を描かれていない方でもね、そうしたズーム座談会を通して作家たちはどういうことを考えられているのかとかですね、非常にその馴染みを持ってご覧いただけることができるんじゃないかなと思っていますので、楽しみに、お待ちしていただきたいと思います。これから皆様と YouTube を通してね、いろんな形で交流ができればいいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。